パリポリクンバスの車両東部バスセントラルの日のリエッセミヌマダイ浸水公園駅にてパリポリクンバスとは埼玉県草加市が運行するコミュニティバスである正式名称は草加市コミュニティバス愛称は草加せんべいを擬人化した草加市のゆるキャラパリポリクンに由来する東部バスセントラル草加営業事務所 朝日自動車越谷営業所が運行を担当している。2016年4月8日、北東ルート、南西ルートの2路線で運行開始。2020年1月24日、新田ルートを運行開始し3路線となった。パリポリ君バスの車両、ようこそ、草加へ。と、メッセージが書かれているパリポリ君バスの車両、一緒に草加を冒険しよう。 メッセージが書かれている2016年の運行開始時には5年間の試験運行と位置づけられ利用状況等を検証しながら随時見直しを図ることとしているバス停留所には停留所番号が振られ各ルートごとに色分けされている停留所ポールもパリポリ君のイラストが描かれた専用デザインとなっているラッピングデザインとパリポリ君バスの相性は 公募により決定され、共に、草加市内の中学生の応募作品が採用された。東武バスセントラル、朝日自動車が、市の認可を受けて運行し、運行収支の赤字分は、市が補助する。運賃は均一ではなく待機録完成で、草加市内の一般路線バスと同様の、運賃体系となっている。パスもスイカなどの交通系、IC カード、東武バスの定期券も利用できる。 障害者手帳提示による障害者割引制度は、草加市内の一般路線バスに準ずる。東武バス、朝日自動車のバスロケーションシステムで、運行情報、接近状況が確認できる。運行頻度は各、ルートとも1時間に2本程度で、年中無休で毎日運行する。草加市のコミュニティバスであるが、南西ルートは県境を越えて、東京都足立区の日暮里、 トネリライナーの見沼台浸水公園駅まで乗り入れている。2017年4月より北東ルート、南西ルートで副ルート名を設定。行き先を分かりやすくするため、各ルートにある高齢者施設の名称から、北東ルートは出会いの森ルート、南西ルートは触れ合いの里ルートの副ルート名が付けられた。 三ルートが運行されており、すべての路線が、草加市立病院を奇襲点とする。2016年4月8日、運行開始。東部バスセントラル、草加営業事務所が運行担当。草加市立病院から、独協大学前駅を経由して、東部伊勢崎線を越え、市内北東部を運行し、吉川市との市境である中川沿いの柿の基地区へ、至る路線。 2016年4月8日、運行開始。東武バスセントラル、草加営業事務所が運行担当。草加市立病院から南下して、市の南部を大きく迂回しながら運行し、草加駅、八塚駅を経由して、東京都との県境を越えて、足立区の見沼台浸水公園駅へ至る路線。なお、見沼台浸水公園駅には、足立区、コミュニティバス、 はるかぜ3号が乗り入れている。2020年1月24日、運行開始。この路線のみ、アサヒ自動車越谷営業所が運行を担当し、パリポリクンバスにアサヒ自動車が参入した。それまで、コミュニティバスが設定されていなかった、市内北西部を運行する新ルートとして開業した。私立病院から北上して、独協大学前駅。 日田駅を経由し、四北西部端の川口市との市境付近にある、新栄団地へ至る路線。なお、この路線には、勤労福祉会館新栄団地のみを走行する、SW02 系統も設定されている。専用車両には、ラッピングバスがあり、草加市観光大使のゆる、キャラ、パリポリくんが、名物の草加せんべいを持ったイラストと、ようこそ。 総会などの文字が描かれている。東部バスセントラルの車両は小型バスの日のリエッセを7台使用。うち2台はラッピングバスとなっており、ラッピングはオレンジ色と緑色の2種類ある。なお、総加市、コミュニティバスの運行開始にあたり新車購入はせず、他の営業所から転属させた車両を使用することで、車種を揃えて統一感を出すとともに、 運行開始にかかる経費を節減し、総貸しの公費負担を抑えている。またバリアフリー対応として、中扉に車椅子用リフトを備えたステップリフトバスとなっており、車椅子での乗車も可能である。2020年1月24日の新電ルート運行開始に伴い、朝日自動車越谷営業所では、専用車両としてノンステップバスの日のポンチョが用意された。 ラッピングはラインカラーと同じ青色となっている。ありがとうございます。